死にたいと思ったことはありますか？また人生で一番精神的に辛かったことを教えてください。特に死にたいと思ったことはないんですけど、裁判でガンガン訴えられて、6000万ぐらい判決を受けた時に、自分では辛いと思ってなかったんだけど、普通に歩いてて壁にこうぶつかったんだよね。で、あ、ひょっとして自分で意識しないだけでそういう影響ってあんのかなって思ったんだけど、それ以降特に何もなくって、で、僕多分そのなんか何億円みたいな損害賠償の債権持ってるらしいんですけど、特に楽しく暮らしてるので、結局あれは何だったんだろうっていう、そんな感じになってます。はい。なんだろうね。辛かったこと。だからなんかお金なくなるとかで僕多分ね、そんなに困らないんですよ。友達の家行って、お金ないんで飯食わしてくんねって言って、飯食わしてくれる人って、それなりに知り合いにいるので、多分。まあ、言ったら断られるかもしれないけど。だから、なんとかなるんじゃないかな。30人さ、泊まれる知り合いがいたらさ、一泊ずつしたら月一回泊まればいいから、多分家なくても暮らせんだよね。まあまあ、飯食わしてくれって言ったら、月1回ぐらい食わしてくれる人30人ぐらいいるわけじゃん。そういう人30人いると、実は一生食いっぱぐれないのよ。で、飯食いたい室お願いしますって言ったら飯食わしてくれる人と、ちょっと今日止めてっていうので止めてくれる人が30人いれば。なので、そんなに困んないんじゃないかな。死ぬ前に最後にしたいことって何ですか？ああ、これね、ちょこちょこ考えるんですけど、僕明日死ぬって分かっても、多分今日と同じことしてると思うんですよ。死ぬまでにやりたいことをリストにしてみようっていう、モーガン・フリーマンの映画があるんですけど、ジャックリン・コルソンも出てるんだけど、で、その映画より前にそんな話を聞いたことがあって、リストを作ろうとしたことがあるんですけど、作ってる最中に、そこまで行きたくないものを入れてる自分に気づいたんですよ。なんか南極行ってみたいとか、書いてみたものの、まあ、機会があったら行きたいけど、別にそこまでして行きたくないよねっていうことに気づいてしまい、で、猿の脳みそを一回食べてみたいって書いたものの、別に食わなくてもいいや、みたいな。目の前にあったら、どれどれ、どんな味なんだろうって食ってみると思うんだけど、別になんか、そこまでして食いたいかっていうと、別にそんなに興味がないっていうので、実は僕やりたいことがそんなにないっていうことに気づいてしまったんですよ。なので、明日死にますって言われても、多分そんなにやることないんで、多分宝箱とか開けてますよ。3時間ごとに。人間はなぜ死ぬことが怖いと思うのですか？痛いからじゃない？あと、なんか、まあ、今やってることが楽しいとか、その先を知りたいとかがあると、なんか、例えばその映画見てる最中でオチ知りたいみたいな、オチ知る前に死ぬの嫌だよね、みたいな。ワンピース終わってから死にたいよね、みたいな。多分そういう感じだと思います。死ぬより辛いことなんていくらでもあるよね。どうなんだろうね。でも、ひげおやじさんの運、食べろとか言われたら僕結構きついと思うんですよね。まあ、死ぬよりはいいのかもしれないですけど、一回ならいいけど、じゃあその生きていく間にその毎日必ずひげおやじさんのうんを食わなければいけない職業ですとか言われたら、あ、これ一生続くのかって思うと死んだ方が楽って思うかもしれないですね。